こんにちは、キシリと申します。今回はコミックマーケット、通称コミケの楽しみ方についてお話をしたいと思います。コミケはですね、同人誌即売会の、最高峰のイベントでして、一番でかいイベントということもあり、そちらを例にお話をしたいと思います。同人誌即売会とは、個人や複数で書いている自費出版の本、いわゆる同人誌ですね、を配布、販布、販売する集会である。これを同人誌の即売会と言います。なんで今回この話をしようと思ったかというとですね、最近友人とちょっとお話をしていた時に、その友人はですね、アニメとか漫画好きなんだけど、コミケに行ったことがないよっていう人だったんですね。で、存在は知ってるし、どんなイベントなのかもなんとなく知ってるけども、どうやって楽しめばいいのかよくわからないという話を聞きまして、なるほどなるほど、確かにね、一理あるなと。楽しそうだけど何があるのかよくわからない人って結構いるんじゃないかなというふうに思いまして、この動画を作っております。ということで、コミケの楽しいところと、あとここは最低限気をつけた方がいいよというところを紹介していければなというふうに思っております。あ、そうそう、私はですね、10年以上コミケに参加していたので、この辺はね、リアルな声としてお届けできるのではないかなというふうに思っております。はい、前置き長くなっておりますので、それでは行ってみましょう。まずね、即売会にどんなものがあるのかよくわからないというのがね、一番の問題なんで、その辺について紹介していきたいなというふうに思います。はい、同人誌、同人誌即売会というぐらいですからね、同人誌というものがたくさんあります。どのくらいたくさんかというとですね、今年の夏開催するコミックマーケット100なんですけども、これのサークル参加数というのが2万2000サークルということで、全部が全部ね、同人誌を出すサークルさんというわけではないんですけども、少なくとも万単位で本が出てくるんじゃないかなというふうに思っていただければいいかなと。その中にはプロの漫画家さんだったりとか、プロのイラストレーターさんとか、もしくはね、その卵のような人たちがもうたくさんいます。で、そういう人たちのオリジナルの作品だったり、二次創作だったりとか、もうね、そのファンの方だったら、もうね、喉から手が出るほど欲しいような一品っていうのはね、たくさんあります。実際に中の人に会えたり、コミュニケーション取れたりするっていうのも、相当嬉しいですよね。先にプロの話をしちゃったんですけども、もちろんプロじゃない人の方が多いです。例えが良くないかもしれないんですけども、玉石混合というか、なんというか、いろんな作品があると思ってください。自分が好きな絵柄とか、作風がマッチする作家さんを発掘するっていうのも結構楽しかったりします。通販していないサークルさんも結構いるんで、そのタイミングを逃すと一生手に入らなかったりするんで、そういうね、一期一会を楽しむというのもいいんじゃないかなというふうに思います。あと、同人誌って成人向けのものばかりというイメージないですかね。その同人誌っていう言葉がエッチな本を指す言葉と勘違いしてる人っていらっしゃいませんでしょうか。実際はですね、そんなことなくって、成人向けの作品というのはこのコミックマーケット全体でだいたい 35% ぐらいだそうです。で、2011年のこれ古いデータということもあるんですけども、実際そんなに多くないんですね。で、私の参加してきたこの肌感としても、3割っていうのは結構納得のいく数字かなというふうにも思ってます。同人誌と一括りに言いますが、漫画はありますし、イラスト本とか、写真集とかね、小説があったりとか、なんか評論してるものとかね、研究結果みたいなもういろんなものあります。なので、もし勘違いしてる方いましたらね、ちょっと違うんだよっていうことを、印象ね、改めてもらえればなというふうに思います。はい、グッズです。同人誌即売会と言いつつも、実はね、本だけではなくて、いろんなものが販布されてたりします。具体的にはね、キーホルダーとかバッジとかポスターとかカードとか、シールとかあんのかな、シールとかポートバッグ、マグカップ、タオルとかね、メガネ拭きとかコースターとかね、で、めちゃくちゃいろんなものあるんですよね。私はね、グッズを作ったことが、ほとんどないんで、思いつくだけで言うとこの程度なんですけども、変わったものだとね、キャラの絵がドーンって入ってる
傘とかありましたね傘ですよ雨の日に刺すあれです。そういったものもありました。グッズ専門のサークルさんとかもありますし、アイデア勝負の面白いグッズとかもねあったりするんで、この辺はね見ているだけでも結構面白いです。はい、同人誌即売会と言いつつゲームが売ってたりもします。もう今ではね、超がつくほど有名なコンテンツもこういった同人誌即売会が出身だったりすることもあります。例えばねフェイトで有名なあのタイプムーンさんとかが作った月姫とかね、弾幕シューティングでおなじみの東宝プロジェクトとか、あの日暮らしの泣くコロニーとかね、海猫の泣くコロニーとか、この辺も同人が出身だったりします。中にはねプレミアつくソフトもあったりしてですね、やはやもう本当すごいなぁと思う次第でございます。はい、まだあります今度は音楽 CD ですね。これはですね音楽のアレンジアルバムを出しているサークルさんとかいたりします。特にですね東宝プロジェクトというジャンルはですね、あの BGM がすごい素敵なものが多いので、それをアレンジする人は結構いたりしてですね、あのそれなりの規模になってたりします。あのちょっと古いんですけど、ニコニコ動画とかで流行ってたあのバッドアップルっていう BGM とかも、あれも同人の BGM と言われるものでした。コスプレ、同人誌以外の楽しみとしてはコスプレの比率が大きいんじゃないかなというふうに思います。私はですねサークル参加することが多かったんで、その自分のスペースから会場を歩いている人を見るだけではあったんですけども、なんかね見たことあるキャラとか見つけるとあのテンション上がりましたね一緒に参加してた人と、あのキャラ知ってるなみたいな話をしてたような気がします。しかもですねコスプレしてる人が結構いて、そういう人がですねその辺を普通に歩いてたりします。なんかね非日常的というかお祭り感というんですかね、そういう感じがあってすごい楽しかったです。会場の外ではそういうレイヤーさんたちが集まって撮影している場所もあるんで、そういう場所をね見に行くのもなかなか楽しいんじゃないでしょうか。ただですね撮影したりする場合に関してはマナーとかあるはずなので、この辺はねご自分で調べるようお願いします。有名人、同人誌以外の楽しみとしてはもう一つ有名人、芸能人が参加しているというパターンです。これはですね近年聞くようになった現象ですね。コミックマーケットが有名になったせいか、芸能人がサークル参加したり一般参加したりっていうことが起きてたりします。例を挙げると加納姉妹とか西川貴教さんとか中山きんに君とかね、その辺結構話題になったんじゃないかなというふうに思います。スケッチブック、これはですねスケブのことちょっと忘れてました。これはですねその好きなサークルさんのところに自分のスケッチブックを持っていくと、そのサークルさん、作家さんが絵を描いてくれるという文化でして、もちろんね同人誌を購入することが前提ですよ。あの何も知らないところにいきなりスケッチブック持ってって描いてくださいって言ってもそれはちょっとあまりに失礼なんで、あの絶対やめましょう。スケブをね受け付けてないサークルさんっていうのももちろんいるんですけども、大手じゃなければ結構引き受けてくれることが多いあの印象です。流れとしては、本を購入しますと、でその後にスケブお願いしてもいいですかみたいな感じでお願いして、でサークルさんから OK が出たら、その自分が持ってきたスケッチブックとあと書いてほしいキャラとかねお願いして渡しますと、そうするとだいたいどれぐらいで書き終わるか教えてくれるんで、その時間に取りに来るという流れとなってます。これねすごいんですよ、よく考えると。もしかしたら未来の大作家さんになる人かもしれないんですよ、その人は。そんな人の絵をましてやね直筆で書いてもらえるなんて、もうこれね本当にやばいと思います。はい、ここからは注意点となります。特にコミケに参加したことないけど参加してみようかなという人向けのアドバイスとなります。一人で参加しない、基本的に相当疲れます。本当ねめちゃくちゃ疲れます。これ慣れていてもかなり疲れます。なので何かあった時のために友人と一緒に回ることをお勧めします。それに一人で回るよりね共有できる仲間と回る方が楽しいっていうのもあるんで、慣れてきたら一人で参加するのもいいんじゃないでしょうか。次、動きやすい服装にする。はい、服はですね動きやすいもの、靴はスニーカー、両手が塞がらないリュックサックみたいなもので参加することをお勧めします。
男性の私が言うのもあれなんですが、ヒールのある靴っていうのは絶対やめた方がいいと思います。知らない土地に慣れないことをしに行くと思った方がいいです。言うたらね、海外旅行だと思ってた方がいいです。なので変なこと言うようですが、おしゃれをしていく場所ではないかなと思います。お客様気分で参加しない、これ何を言ってるのかちょっと分かりづらいかと思うんですが、同人誌を作っている人たちもコミケで生計を立ててるわけではないんですね。本当に一握りのサークルさんたち以外っていうのはほとんど赤字で、やってます。先ほどと同じ2011年の資料なんですけども、赤字でやっているというサークルさんがですね 65% から 70% という結果が出てます。いかに身を切って本を作っているのかっていうことが分かっていただけるかなというふうに思います。人と人との交流の場であるという感覚を忘れないようにしてですね、コミケというのは参加している人全員で作っているイベントですよという心持ちがいいかなと思います。同人誌が高いすいません。でもね、これはね20ページとか30ページの本がですね500円ぐらいするわけなんですよね。でもこれしょうがないんですよね。分かっていただきたいと思います。大手の出版社から出されている本であれば100ページとか200ページとか、まあ300ページとかでこういう値段設定だと思うんですけども、出版社のようにね、その大規模な資本とその流通経路っていうんですかのを持っていれば、そういう何千何万と印刷することもできるんでしょうけど、個人でね、まあ数十とか数百部っていう単位で印刷するので、どうしてもね一冊の単価っていうのは高くなってしまうんですね。でその高い単価でね頒布しているのにもかかわらずなんですよ、多くのサークルさん赤字なんですよ。身を切ってるんですよ何ヶ月もかけて自分の生活の一部を割いて、その一生懸命書いた本なのに、手に取ってもらえるかもわからないのに赤字を出しながら印刷してるんですよ。これやばくないですか。ちょっとね、波の精神ではなかなかできないことなんで、いい意味でやばいと思ってます。それだけ情熱を捧げられる何かということなんですよ。そのぐらい心血を注いで作っている作品なんですよね。その辺を考慮していただけるとありがたいし、それがね商業的ではない情熱の塊だと思えば、それが安いのか高いのかっていうのはもうね分かりますよね。はい、まとめです。コミケとは一言で言うとおもちゃの山みたいなものかなと思います。自分の好みに合うもの合わないもの、楽しいもの楽しくないものっていうものがもう山のようにあってですね、その中から好きなおもちゃを見つけるというのがこのコミケの一番楽しいところなのではないでしょうか。なんか一つここがいいからということではなくてですね、いろんな人がいろんな楽しみを見つけられるからこそこんなに大きなイベントになったのではないでしょうか。で、参加したことない人に向けたメッセージとしては、詳しい人とか友人と一緒に参加することをお勧めしておきます。あとね、お金とかね、あの落とし物には本当気をつけてください。私もね落とし物見つけたことあるんで、その辺はあの本当に十分お気をつけください。それとね、今年の夏はコミケ開催100回目ですね。節目の回ということで、いやはや本当にすごいですね。コロナの問題とかいろいろありますが、ご都合つく方は参加してみるのはいかがでしょうか。最後に余談なんですが、コミケに参加すると絵が上手い人多すぎ問題が発生してですね、なんか笑えてくるんですよね。本来絵を描くっていう行為はかなり特殊な技能であるはずなのに、先ほどサークル参加が2万2000人と言いましたが、この会場にいる人全員絵が描けるんだよなみたいなことを思うと、なんかね笑えてきますね。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。おしまいです。